こんにちは、スズラン小道のスズランです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日はこちらのリンティンの34キーカリンバをご紹介いたします。このチャンネルではカリンバの練習動画や楽譜、カリンバ本体のレビューなどカリンバに関する情報をお届けしております。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それではどうぞ。はい、ということで今回はこちらのリンティンの34キーカリンバをご紹介いたします。今回はリンティン様より直接ご提供いただきました。ご提供いただきまして誠にありがとうございました。こちらの商品は一度開封してありまして、初見開封の様子は土曜日に YouTube ライブで行いました。初見での開封でしたので、私の個人的な素直な反応もそのままお送りしております。初見の様子をご覧になりたい方は YouTube ライブのアーカイブもご覧ください。では一旦箱に戻しまして、付属品をご紹介していきます。はい、では箱に戻しました。このような化粧箱に入っていました。他の商品と同じ化粧箱なんですけども、底の部分に34キーカリバと入っています。では開けてみます。中を開けるとハードケースが入っていまして、ハードケースを取り出します。はい、ハードケースになります。こちらなんですけども、リンティンの21キーカリンバと同じケースになっています。では中身を見ていきます。このようにカリンバ本体はケースについている太めの平たいゴムで固定されている状態で届きます。本体の下に付属の麻袋が入っています。リンティンの社名入りですね。そしてケースの内ポケットの中に付属品がいろいろと入っています。説明書がついてるんですけども、21キーと17キーのお話がメインかなと思います。少しだけ34キーのチューニングの並びが書いてあります。ただこちらは中国語と英語で表記されていますので、もし読みたいなっていう方は、あの翻訳機能のアプリで、アプリのカメラ機能を使って翻訳すると分かりやすいかなと思います。はい、楽譜も少し載っていますが、まあ使わないと思います。はい、そして保証書かな。はい、それからピックアップ、そして音階シールが、ふんわりとした素材のものがついていました。私のものがね、ちょっとここはへこんでるので残念だなぁと思いました。折り曲げたりすると白く変色しやすいようです。お使いの方はご注意ください。そしてその中にこの重要なレンチ、これをなくすと大変です。それからよくあるクリーニングクロス、そしていまいち使い方がよくわからない指サック、最後に音階シールもついてますね。音階シール、でもこれはあれかな、下段だけかもしれないですね。数字だけ載っています。それから色分けシールになります。我が家にはリンティンのカリンバが今回届いた半音付きのものと合わせて4台あります。こちらソリッドタイプの全ての機種になります。リンティンはカリンバに指名がついているのが特徴で、こちらの赤いタイプのものは K17A なんですけども、こちらは風に耳を傾ける、そしてこちらは K17P なんですけども、こちらは海に耳を傾ける、そして21キーのこちらは雨のささやき、それから最後に今回ご紹介する34キーは雪を聞くというネーミングがついています。それぞれ後ろの方に風、海、雨、雪と書かれていまして、雨と雪には陰霊が入っています。このね、雨の陰霊がとっても可愛いですよね。そしてここの、なんて読むのかな、よくわからないですけど、ここの角っこにも雫のマークがついています。今回の34キーは雪なので、雪の結晶の陰霊が入っています。とっても細かい陰霊なんですけども、すごく綺麗に入っていて、とっても美しいですね。ほんとこれがね、あのこちらの21キーをご紹介した時にもうもったいないと思ったんですけど、可愛いじゃないですか可愛いのに後ろにあるんですよ。こっち側で弾いてると見えないんですよね。これが本当に残念。もうこの雨のね、この
傘を持った女の子のマークは本当可愛いので、これもこの表側に載せて欲しかったなって思うぐらい本当に可愛いんですよね。このさりげない可愛さがリンティの特徴でもありますね。はい、では一旦こちらの3台はしまって、34キーの紹介をしていきたいと思います。では詳細を見ていきたいと思います。まず全体を映していきます。はい、このような感じでした。今回のカリンバの特色として目立つところはブリッジの形状とこの珍しい材質ではないでしょうか。まずは材質についてです。こちらはバイオレットウッドと呼ばれる見た目通りの紫色の素材になります。別名はパープルハートと呼ばれています。パープルハートは加工時にはそこまで紫色ではなくて、茶色の中に紫が混じったようなそんなお色なんですけども、空気に触れていくことで徐々に紫色に色が変化していくそうです。木材の材質としてはとても硬いので反りや変化が少ないということで、見た目と耐久性から家具などに使われたりすることも多い木材となります。見てわかる通り本当に綺麗な紫色なんですよね。私もウクレレでパープルハートを使ったものを持ってるんですけども、私が持っているものは表面がこのようなツヤツヤ加工されていないので、もう少し素朴なお色に見えるんですが、こちらはグロス塗装されていますのでツヤツヤとした素材がこの紫色にとっても合っていると思います。ただね、ここに顔が映り込んだりとかそういう難点がありそうですが、うん、すっごく美しいですね。次にブリッジの構造についてです。このブリッジの構造につきましては、パッと見ただけでは全てをお伝えすることができないかなと思いまして、今回リンティの中の方にもお伺いしてみました。ただ私が英語がわからなくて、そして担当者様も日本語がわからない状態ということで Google 翻訳を使ってお話しさせていただいております。なので担当者様の返答を補足しながらお話しさせていただきます。こちらの新製品には新しいデザインを採用しております。キーは非常に強いのでチューニングがほぼずれることがありません。チューニングは大変難しく、ユーザー側でチューニングする必要がない状態で届けられます。チューニングをする際には付属の小さなレンチを使用してキーを緩め調整できます。下段をチューニングする際にはチューニングしたいキーの真上のキーを一旦抜いてからチューニングする必要があります。次にブリッジの形状についてです。34キーカリンバは2層構造になっておりまして、上段と下段の共鳴を避けるため新商品ではブリッジを分離しました。ここですね。この構造により共鳴を減らし、音色をよりクリアで良い響きにすることができます。キーの設計についてはパフォーマンスを向上させる目的でこの形状になりました。このブリッジの形状に従来のキーを使用すると、この構造ではキーの高さが非常に低くボディに近くなってしまい、弾きづらくなってしまいます。よってキーを曲がった形にし、演奏もしやすくなりました。チューニングですが、下段は通常の17音と同じ C 調、上段は C シャープ調、下段の半音上の音となります。ということでした。担当者様からこのお話をお聞きしまして、どうしてこのキーの形状になっているのかなっていうのがやっと納得できました。通常のカリンバですと、例えばこちらの21キーでご紹介しますと、ブリッジから下ナットの部分でこう反り上がっているのでキーの先端が上がっているんですよね。なんですけども、今回のこのようなブリッジの形状にすると、そもそもこの下ナット部分がないので反り上がることがないんですよね。なのでここのブリッジの中の穴を通したその高さのままでキーの高さが来てしまいますので、結果キーの高さが足りずボディとキーが近くなってしまって弾きづらくなってしまうということです。なのでこのようにキーを曲げることでキーの高さを保持できるようにしたということでした。なるほどって思いませんか？どうしてこんな形になってるのかなって多分皆さん不思議に思われたと思うんですけども、ここの構造なんですよね。
なのでこことここのブリッジの高さが同じで、21キーの方は6ミリほど、そしてこちらは7ミリほどでした。1ミリぐらいの差なんで、まあ誤差だとは思うんですけども、このね下ナットがないので、だからここ上げてるんですね。結果的にこの反り上がった部分の先端とここの曲がった先端が同じ高さになっています。なるほど何回なるほどって言えばいいのかっていうぐらい本当に納得しました。はい。でここの下ナットがないことの利点が私はあると思ったんですよね。というのはここのね通常の下ナットの部分、この金属の棒が入っているんですけども、こことキーの関係でビビリ音が発生することがとっても多いです。なのでビビリ音を解消するときにはこの間に薄い紙を1枚入れてくださいねって書いてあることが多いんですけども、今回の34キーカリムはこのような形になっていますので、そもそも下ナットがないんですよね。だからビビリ音がまずしないっていう可能性があります。可能性というか、私がねまだ完全に何回も使っているわけではなくて、一昨日届いたばっかりでそれほどまだ使い切れていないので絶対なりませんとは言えないんですけども、少なくともここの下ナット部分で発生しているビビリ音はしませんよね。もうここはなるほどってどれだけなるほどって言えばいいのかっていうぐらい、おーと思ってすごく納得して感心した部分でした。はい、次にチューニングについてなんですけども、チューニングがねやはりとても難しいことになってしまいましたね。初見開封ライブでもお伝えしたんですけども、私のところに届いたこちらのカリーマも若干音に違和感がありまして、どうしても気になるところだけチューニングをし直してみたんですけども、まあこれが大変でした。正直もう外したくないって思うほどです。まあでも確かにこの小さなネジでカッチリ締まっているので、思いっきり動かしてもびくともしないんですよね。こんな感じで、すっごいカッチリ締まっているので、一度合わせておけば、もう合わせることはまずないだろうっていうような感じです。通常のカリンバでしたら、こう左右にね、どうしても動いてしまうんですよね。またまた21キーカリンバが登場なんですけども、このような感じで簡単に動いてしまうんですよ。で、これを解消すべく、例えばこちらのチルエンジェルズなんですけども、下ナット部分に山が作ってあって、ここでキーがあまり揺れないように設定がされています。なんですけども、今回の場合はもうキー自体を一つのネジで一本ずつ締め付けてありますので、ここから動くことはほぼほぼないと思います。ただ若干ね、私はここの素だけが揺れるんですよ。 こんな感じで、これがね、もしかしてグラグラって動くものがあったら、それはこのネジが緩んでいる可能性が大ですね。もう通常は全く動きません。この底の揺れをどうにかして抑えようと思うと、この上の段のここのキーを外してネジを締めなきゃいけないんですよ。もうそんな面倒なことはしたくないまあ大変だったんで、もうこれはやりたくないので、私はここはそっとしておきます。まあ、演奏には全く問題ない緩みなので大丈夫です。はい。で、チューニングなんですけども、私が届いた時に、まあ、違和感があったとは言ったんですけども、チューナーで見てみると、前後2セントから3セント程度のズレだったので、もしかすると、ここまでは OK と許容範囲としているかもしれませんし、もしくは、到着までの輸送中の気温変化によって少しずれたのかもしれません。まあ、気づかない程度ならそのまま使えるかな。どうでしょうねっていうような感じです。基本的にはもうユーザーには全くチューニングはさせませんよみたいな感じのことが商品ページにも書いてありましたので、もう少し精度をよくチューニングが合ってるとよかったかなという感じがします。またここのチューニングについては一旦外すか迷ってるんですけども、きっとね、どんな風に大変なのかってピンとこないと思うので、一番最後もう動画を全部撮り終えてからここのキーだけ一回緩めてやってみますね。多分時間内には合わせられないと思います。はい。新商品の時にはいつも他の商品と比較しながらご紹介していくんですけども、今回はこちらの3台で比較していきたいと思います。すべて34キーカリンバになっております。左からリンティンの34キー、そして真ん中はチルエンジェルズ、そして最後にシードの34キーになります。
それぞれ比較していきたいと思います。まずボディの素材はこのようになっています。リンティンは先ほどご紹介しましたようにパープルハート、バイオレットウッドになっています。チルエンジェルスは竹、そしてシードはウォルナットになっています。一番気になるところの重さなんですけども、重さはこのようになっています。リンティンはもう重量級に重たいです。私のところに届いたものは 702g でした。そしてチルエンジェルスは 657g、 シードは 581g でした。大きさの比較はこのようになっています。リンティンとチルエンジェルスがだいたい同じような大きさになっています。そしてシードは若干コンパクトになっています。キーの形状はこのようになっています。チルエンジェルスだけまっすぐ気味のキーになっていまして、指の引き方によっては爪がかなり削られてしまいます。シードは丸みのあるキーなんですけども、キーがとっても柔らかいので私はすごく弾きやすいです。そして今回のリンティンなんですけども、リンティンのキーはもともと丸みかかったキーなんですけども、キーがこう変形されているので若干この当たる感じはまっすぐ気味に似てるかなと思うんですが、少し傾斜がついているのでスライドもしやすくって、爪の削れ方も問題なさそうな感じはしています。はい、そしてケースの違いと価格はこのようになっています。チルエンジェルスだけはソフトケースになっているんですけども、チルエンジェルスの本体の周りにとても丈夫な枠がついていますので固定はされています。で、リンティンのケースなんですけども、先ほどもご紹介しましたように21キーカリンバと同じものになっています。まあ、本体もね21キーと同じサイズなので、まあ仕方がないかなと思うんですけども、なんとなくケースの中でこうカタカタ揺れてしまうんですよね。ちょっとね遊びがあるんですよ、こんなような感じで。これがちょっと残念ですね。なんか傷がつきそうな感じで、まあでも素材がねしっかり保護してくれそうな感じがあるので大丈夫かなと思うんですけど、チューニングハンマーはねついてなかったので、もうここは何も履いてない状態なので大丈夫かと思うんですが、ここがねじゃじゃーん、私のクリーニングクロスがねすいませんね、宣伝でぴったりなんですよ、あらすごいはい、なのでねこのクリーニングクロスを入れていただくとちょっと擦れてもねなんか掃除できてる感じがしませんか。はいすいません、宣伝を入れました。はいはい、このような感じになっていました。価格なんですけども、リンティンがこんな形状なのにお値段が9999円と刻んできましたね。うん、1万円を下回ってるのですごくお安く感じますね。もう金銭感覚はおかしくなってきましたけど、え、あ、そうなんだっていう多分あのツイッターで先に価格もご紹介したんですけども、皆さん、あ、思ったより安いみたいな反応でした。そして最後にこのボディの大きさにかなり差があるので、キーの幅も気になるということでしたので測ってみたところ、このような感じになりました。リンティンとチルエンジェルスは同じ感覚でした。だいたい 2.5mm から 3.5mm、 もうここはね若干の揺れがあるのでご了承ください。そしてシードは 2.5 から 3mm ぐらい。そしてここのブリッジの幅ですね、この幅なんですけども、リンティンとチルエンジェルスは 12cm、 そしてシードは 11.5cm でした。シードがやっぱり若干ね狭くなっていますね。私はこの感覚はそれほど違和感なく弾けるんですけども、やっぱ指の大きさがちょっと大きいよっていう方とかにはリンティンやチルエンジェルが弾きやすいのかもしれませんが、どうでしょうね。通常の17音カリマが問題なければ全然大丈夫だと思います。逆に広すぎて弾きづらいということもなく、通常の17音カリマと同じように使えます。そしてこのブリッジの形状がそれぞれ特徴的なのでご紹介していきます。すべて3台とも金属でできてるんですけども、シードはこのような感じになっていまして、後ろからもコンコンと叩けるような形状になっています。そして中がねこう空洞が空いているので軽量化が図れていると思います。そしてチルエンジェルズなんですけども、チルエンジェルズは後ろに下段からチューニングハンマーを入れる穴がありません。なので下段はペンチでチューニングする必要があります。でリンティンなんですけども、先ほどお話ししましたようにチューニングすることができないようになっています。
ネジを外さないとできないので、もう容易にチューニングはできません。ブリッジの形状で一つ私が気になるところというか、リンティンの良さを感じたところは、この下ナットの部分ですね。もちろんリンティンは先ほどもご紹介しましたように下ナットがありませんので、下ナットからのビビリ音につながることがまずありませんが、チルエンジェルズとシードの方は下ナット部分にキーとキーの間にこう山が作ってあるんですよね。ここのキーの間のところに、これがあまりずれないような設計になっているんですけども、ここがあることでやはりビビリ音がしてしまいます。特にシードは私は若干のビビリ音が気になってしまいますので、もうここにあらかじめ薄い紙を入れてあります。で、響きも抑えられることによって全体的に統一された音量になるようになっています。この下ナットのビビリ音がまずしないんじゃないかっていう、ここはもう何より押したいところです。そしてこちらの3台の半音付きカリンバ、どれも同じ34キーの2段式なんですけども、上段の音の構成にはかなりの差があります。真ん中のチルエンジェルズは低音のファーソーラーシ4本と、あと17音の半音すべてが揃っています。シードの方は低音が4本と、そして両脇に半音があるんですけども、なぜかこの17音の下のドとレのシャープの半音が入っていません。なのでここが唯一不便なところで、私は何度かチューニングを変えて現在はこのような並び方にして音を補っています。チルエンジェルズの配置に今は似せて作っている感じです。なんですけども、ここのブリッジの形状が4本上に上がっていることで、こう綺麗な山なりになるように作られているんですけども、この4本上がっていることでどうしても作れない音があるんですよね。なので結果的に低音のファとソはなくして作りました。最後にリンティンなんですけども、低音はないんですが17音の上に半音があるよという単純な音の並び方がとっても分かりやすいですね。低音はいらなくてもいいかなっていう方にはとても便利な使い方ができそうです。そして音階シールが貼れますかっていうようなご質問もあったんですけども、私は今現在このように貼っています。もともとは刻印がないキーでしたので、ここのカーブよりちょっと上ら辺に私は貼って使いました。で、このように貼ると分かるんですけども、半音上の音が並んでいますので、ミの上とシの上はどうしても半音がないのでファとドになるんですよね。なのでファと音と同じ音が上段にも並ぶことになります。では順番にマイクで生音で拾って弾き比べていきたいと思います。今回は下段のみ使用していきます。私がね、このシードの17音、こちら C 調なんですけども、上をかなり配置を変えてしまっているので、まあ、比較にならないかなということで、下段だけいつもの命の歌という曲を使って弾き比べていきたいと思います。それではお聴きください。
はい、弾き比べてみましたがいかがでしたでしょうか。私自身の弾いてみての感想なんですけども、私は現在はこちらのシードを一番弾いているので、こちらを基準にさせていただくと、チルエンジェルズはより響きが大きく壮大な音がしています。それに比べるとリンティンは可憐な甲高いような音がするように感じます。先日の初見開封ライブの時に何かの音に似ていると私は言ってたんですけども、コメント欄で水琴窟の音に似ていると書いていただいて、ああそれだと思いました。その水琴窟というのはウィキペディアによりますと、日本庭園の装飾の一つで、手水鉢の近くの地中に作り出した空洞の中に水滴を落下させ、その際に発せられる音を反響させる仕掛けだそうです。穴から落ちる水滴の音が反響して琴の音色のように聞こえてくるんだそうです。私がどこかの神社で聞いた水琴窟、その水琴窟の音色に本当にそっくりなんですよね。こちらの構造を考えるとソリッドカリンバなので、中に空洞があるわけでもないのに本当に不思議ですよね。すごく澄んだ音がします。私がなぜこのシードをメインに使ってたかというと、チルエンジェルズは全ての半音とまた低音が4本あるのでとっても魅力的ではあるんですけれども、私の場合はこの弾き方で爪がすごく削れてしまうんですよね。チルエンジェルズで動画を撮った後は指先を触るとどこにキーが当たったのか分かるぐらいこう爪がえぐれてしまうんですよね。それがもうとっても難点だったので、こちらのシードをメインに使っていました。そこへ来てのこのリンティン、この重さがね最大の欠点ではあるんですけども、ここ2日間使ってみて感じたのは、私の場合は床に体操座りをするような感じで座っていて、膝の上にカリンバを置いて練習していることが多くって、その弾き方ですと、まあ、別に重さがあろうがなかろうがさほど変わりはなかったんですよね。演奏動画を撮ろうと思った時はやっぱり長いこと弾いてられないような気がします。重いのでね。それが難点ではありますが、下ナットがない分ビビリ音の心配性がないこの構造がね、本当に担当者様にお話をお聞きしてからなるほどって思うことが多くって、思わずねこうもうじっくりこんな感じでもう観察してしまいました。音色についてはもうそれぞれの好みがありますので悩ましいところで、まあ、私の場合はもう今までシードをもうエコヒーキのようにいっぱい使ってきたので、どうなんだろうなと思って、今回は私の意見よりも子どもたちに素直な意見を聞いてみようと思いまして、こうそれぞれ弾いてみまして、どの音色が好きか聞いてみました。子どもの意見は1位2位3位この順番で並びました。リンティンは音の透明感がすごくいい、そしてこの裏の結晶が可愛いで紫色がやばいということでしたはい、そしてこのチルチルはねよく音が伸びるということで、じゃあ私の好きなシードはと聞いてみると、うん、どんぐりが可愛いっていうことでした音はねもはや普通っていうことでした。まあね、私がずっと弾いてるのでもうずっと聞き慣れていて、もう比較にならなかったかもしれません。まあちょっとね子供たちの意見は参考にならないかもしれないんですけども、このような感じで私は悩むな。ちょっと今までシードを弾きで生きてきましたが、リンティンも使いたくなりましたね。やっぱりキーがね丸みがあって弾きやすいのが一番いいですね。はい、ということで今回はこちらのリンティンの34キーカリンバをご紹介いたしました。それぞれの商品の詳細は概要欄にありますリンクより Amazon でご覧ください。こちら最後番外編として1本だけ緩めて音を合わせる様子をちょっとだけご紹介していきたいと思います。では一旦締めたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。それではスズランコミチでした。はい、では問題のチューニングですね。一度緩めますよ。できればやりたくないできればやりたくない、やりたくないけどこの大変さを多分知っておいた方がいいと思うからやりますね。できればやりたくないな。本当大変だったんですよ。本当に大変だったんですよ本当に大変だったんですよじゃあ一回緩めますよ。緩めるのはすごく簡単で、この付属のレンチを差し込んで左に回すと簡単にね、あもうこれで、はい、グラグラです。ここからですよ。ここからです。
これがね本当に大変なんですよ。ここをねこの状態じゃ音がもちろん鳴らないので合わせられないので、少しだけ閉めて音を確認します。今これ C ですね。 C だから若干上げないといけないんですよ。なんですけどこうちょっと閉めてしまうともう上がらないので、やっぱりこれをね緩めてグラグラの状態にしてちょっと上げて閉めて、でドですね。これドのシャープにしたいから、これ閉めることでまたチューニングがずれちゃうんですよ。はい、ドとかちょっともうちょっと上ですね。今この両手でじわじわと上げてます。ペンチは使えないので、今これ見てください、ドのシャープですよね。見えるかな、ドのシャープで今若干ずれてるんですよ。この状態で合わせて最後軽く締めます。これ締めるとねまた音が上がるんですよ。右手がやりづらい。さあどうだ、あー惜しい、惜しかった。あでもいい感じ。まあまあこれ許容範囲かな。あーどうしよう、あーどうしよう、もうちょっと上げようかな。このちょっとの違いが難しい。あんまりやりすぎるとほんとずれちゃうんですよ。あーやらない方が良かったかな、あのままの方が良かったかな。あーちょっと今これ上げすぎたと思います。今この状態ですよね。これをね今締めてないんですよ。これに、ね、締めるとね、あ大丈夫だった、あ大丈夫だった、大丈夫だった。あでもなんか緩いわダメかなこれ。あでもいいような気がする。いいじゃんいいじゃん、あーどう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 ちょっと気になるかな。まあいいか、まあ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 いいか、まあいいんじゃない。あちょっと、あーうーんまあ許容範囲としましょう。ちょっと緑色になるし、いいやいいやこれで。あよかったすぐあってよかったこれね。先ほどのようにこう緩めてちょっとずつこうやって上げながら締めて調節して、またグッと締めると音が上がるので、それも考えながら位置合わせっていうような感じで、はいこんな感じでやりました。はい良かったです、あって本当に良かった。まあ許容範囲としましょうね。はいでは終わりにしたいと思います。私がツイッターでリンクを上げてから何名の方がご購入いただいたそうで、あのリンクからご購入いただいて本当にありがとうございます。もしかしてねチューニングがずれていたらこんな感じでじわじわと合わせてみてください。まあゆっくりね、あの慌ててやらなくてもゆっくりやればいつかはいつかは合うと思います。はいではそれでは頑張ってください。はいでは終わりにしたいと思います。すずらんこみちでした。ではまたさようなら。